よね。でもその流行り乗じて私もこうやり始めて、でもそこからパブジーがあまりにもうまくいかんときに、そう、ミミズに癒されるっていうことを一時期してたんやけど。スまリあ、なダんリオか、懐かしい。そう、スリザリオっていう名前らしい。スリザリオっていう名前はよく聞く。読み方わかんなくって。なかなか覚えられへんかったんやけど、S から始まる。ミミズのゲーム。でもああいう単純なゲームもいいよね。と思う。どれくらいこっちサイドに降りとった気にすんねんけどね。おるね。中かな？違うな、これ。トラストやんないですよ。明日ね、女子大会なんで、それに向けて今必死こいて、ちょっと感覚を取り戻そうと頑張ってます。どこだ？ここかなって思ってんけど、ちゃうな。あ、マンションだ。高い、多分。用具。めっちゃ長いけど。ちょっと調子悪いね。あ、でも多分、昨日とかにプレイした環境が良すぎたのはあるやろうなって思う。私、自分家でやる環境よりさ、よそでやる環境の方が、いいんよね。多分あると思う。から、なんか家帰るとちょっとなんか違和感感じるみたいな。なんかそういう感じかもしんない、もしかしたら。ヘルメット、これでいい。なんか、ペガド、しょっぱくなったね。たまたまかな？今日はなんか、運勢悪い。なんかでもさ、SMC もトミーガンでもいいわけじゃん。トミーガンの1個や2個置いといてくれてもよくない？って思うよ。もう見たもんね。ってことは、こっちの方が多かったから、ワンチャンをかけて、L 字に行く。なんか防具は悪くないんやけどね、今日。今私撃たれた。よし。なんか大丈夫そう。ハンドガン持っとこう。まあでも、アウトラスト2はね、やんないですよ。なんかちょっとあれじゃん。配信サイトによるとバンされたりもするんでしょ？ほんまにわかんないけど。ダウンロードコンテンツがあかんのかな？あんまりそういう事情がわかんないんやけど。なんか、割と際どいとこ攻めてくる感じじゃん。アウトラストとか、なんだろう。そういう系のホラゲって。なんかそれを気にしながらやるっていうのがちょっとなんか、不安やから。あんまり。なるべく回避していきたいなといったところですね。で、大体こうなんか、ある程度は逃げられんのに、武器が拾ったぐらいに、とんでもない死に方をするから、とりあえず一人倒そう。今から行くか。飲まないね。スタールだけもう、1000倍マシやけど。あ、でもあれか。オープンレックとかも、OK のゲームはタグみたいなんで。ポラリあったらダメじゃん。
体のパーツがポロリみたいな感じ？手が取れちゃうみたいな。痛いもんね。痛いのも多い。海外のゲームやからかな。なんか、楽しくなかったって言うと嘘になるんやけどね。いや、ないよ、ない、ない。いや、もうなんかその、雑魚死することが罰ゲームみたいなとこあるじゃん。もう雑魚死した後のその、時間を過ごさなければいけないっていうのが罰ゲームみたいなね。いや、もう本当にだって、あれじゃん。顔を合わせらんないよ。もう、コラボイベントしてもらえないじゃん、もうさ。この間、そこのね、ストリートファイターやってる、ストリートファイターのプロをやってる人とさ、一緒にやらせてもらって、まあ楽しく過ごしたわけですよ。楽しいゲームをしたんやけどさ。じゃあな。なんか、そういうのも申し訳なくてできひんみたいになってくるからね。なるべくほんまに、なるべく長生きする。なるべく長生きする立ち回りして、コツコツ点数貯めて。頑張ります。240L ありがとうございます。明日頑張ります。頑張ってきます。ありがとうございます。ちょっとやばいですよ、本当に。今日なんか、本当に、おかしい。なんか、何かがちょっと、おかしくなってるんで、今日中にね、今日明日にちょっと取り戻して、頑張りたいと思います。どうもありがとうございました。変な汗出たじゃん、また。いや、ほんとに。うん、そうです、そうです。立川さんと一緒に、この間、金曜日かな？一緒に、デズネーションゲーミングチャンネルで、プレイさせてもらって。まあ、よく喋る人だったんやね。でも、それですごい楽しくね、やったんやけど、ちょっとドーナツが取れへんかったから、またリベンジっていう形で、あると思うんで、その時はよかったら見に来てください。それがなくなったらもうちょっとあれですね。立川さんと私の間に何かがあったと思っていただいて。そう、立川さん。なんか、もう切れたわんとか言うよね。その、ストゴのね、ストゴで強い人でね、ストゴで強い人が、なんかもう、切れたわ。もう怒った。全員やってやるわ。とか言って、その後に。いや、もう本当に怖い。もう純正怖い。もう無理だよ。みたいな。マジで情緒が不安定だった。あ、チワワ扱いされとったけどね。うん。おもろい人だったね。本当に。ぜひリベンジでね、ドンカツを取りたい。けど、とりあえず、ソロドンカツ取りましょうね、といった感じじゃないですか、今日は。面白かった、笑。ね、そう、見に来てもらえて。そうですね。うん、ほんとね。負けず嫌い、ない人が、大丈夫これ。嫌いな人が多いんだろうなって思うし、もう大体負けず嫌いなんじゃないんかなって。まあ、これは、予想であるけど。あんまりやってなかったらしいんですよね、最近ね。で、それでまあ、また、ちょっと次回に向けて。それも、格ゲー界では、うまかったんで、言ってて。でもなんかもう久しぶりにやると、音も難しいし、言ってたから、まだちょっと練習してリベンジお願いしますっていうね、やりとりをしたんで。練習しててくれるはず。まあ、ちょっと忙しいと思うからね。合間だったと思うけど。次回にも期待くださいといった感じですね。いや、でも本当に、しりとりをしたんですよね。また私からさんと、しりとりを、あれわけか。しりとりをしたんだけど、あんなに、俺ね、あんなに、ガチでしりとりを、これは、車取りに帰ってくる？確かに、しりとりを練習してくるはあるね。止まる？もしかして。止まんないよね。
うわー、もう最悪だけど。私これ。ね、格ゲーはでも本当にちょっと興味があるからね。はい、よし、よし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 。逃げる、いや、よかったー。で、これここにおったら最悪。いや、おらん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 、音せえへんもんだって、ちゃんと音聞いてる分は。今回は。なんもないんだ、この人も、いや。ナイス。ナイス。よかった。いや、アツ帰ってきた、アツ帰ってきたよ。アツが帰ってきた。あ、ヘルゲット。27個交代持つのはおバカだけどね。どうしようね、これ。わあ、どうしよう。いや、でもスコープないんやったらどっち持っても一緒だな。ちょっと厳しいね、スコープなくて。そやったらまだ16の方がマシか。でもやっぱりあれがいるみたいなのと、アケコン？アケコンって言うんだっけ？コントローラー？あ、まだこの、なんだろう。いや、でもスイッチ買ってポッケンやっても、ポッケンって今人おんのかな？あれ、なんかこういろいろ、調べなきゃね。この辺も。来るかな？来てほしい。自信を取り戻したい。いや、無理だね。これ来ない。けえへん、けえへん。あのね、いろんな人がね、どういう環境でやってるのかはちょっと分かんないけど、あの、私が、行っちゃったね。私が、その、立川さんの配信を見たときは、なんか、ガチャガチャしてたコントローラー。よっしゃ、草。これ当てたらかっこいいんやけどね。こういうの当てられたらかっこいいんや。こういうところが足んない。帰ろ。終わった？いってるね。ここまで2台あるし、もうなんなら3台あるし、しばらくここ住もう。でもなんかさ、スイッチで、ドラゴンボールの、格ゲーみたいなのが出とったりさ、なんかこう、いろいろ、なんだろう、そういうのやってみたい人も手出しやすくはなりつつ、あるんじゃないかなって思う。ね。あ、でも未知の世界やけどね。あれ？それ。車盗む？うん、下手。いや、上から撃つべきだったな。わざわざこの下で、あの意味わかんないカーナビと戦う必要はなかった。失敗した。撃ち合ってんのは。あ、でもここはちょっと危なすぎるよね。あとはレッドゾーンでしたね。待ちたいんやけどね、待ちたいところ。リアルさん、こんばんは。明日に向けて練習してるんですけど、ちょっと感覚取り戻すのに今必死な感じですね。やっとキルできた。腰から始めてちょっといろいろ調子悪くて、うわーってなってたけど。
本当にキルできたんで。結構、うわっ。結構あれやね。人が通る。割と少ないよなと思ってんけど。あ、おる。いや、撃てないよ、あれは撃てないよ。撮りたいですけどね。撮りたいですよ。それはもうもちろん撮りたいですよ。なぜかバレていない。なぜかバレていない。回復されたんか。めっちゃ気早いじゃん。めっちゃ気早い。回復したかな。今触れちゃった。でもそうやったらこっちにしよう。いやでもあ、なんだろう、まあ動画もそれはもちろん撮りたいし、狙いには行くけど、こう堅実めにね、堅実めにして、こうなんだろう、3試合でポイント貯める。もう3試合でポイントを一生懸命貯める。これは生きる。3連ドンカス取りますわ。生きるじゃん。ないないない、なんでなんのバギーこれ。いや、なんもないんだよな、こういうとこ好きじゃない。どうなんだろうね。いやでもさすがにこう本人とのやり取りがないのに潜在写真で笑ったりはしないよ。しないしない。大丈夫大丈夫。そうですね、いつも友達だけど。明日はライバル山崎ちゃんね。なるべく会いたくないよね。なるべく会いたくない、さきちゃんには。なんだろう、その強さが分かってるから、さきちゃんのね強さを。危な、単発だった。さきちゃんの強さを知ってるしさ、なるべく会いたくないみたいな気持ちはやっぱりある。いやでも結構さ、最後の相手が先さんという神展開。あ、それは熱いね。それは熱いし、なんだろう、私がこう なんやろ、私とかは配信いっぱいしてるし、まあずっと配信してるから、そのドンカス取ったタイミングとかっていうのを見てもらってるっていうのもあるけど、なんだろう、まあ、そんなにしょっちゅう配信は、やばいね、なんかそんなにしょっちゅう配信はしてないけど、こう強い人とかも絶対おると思うから、長いかな。見事先で1、2戦優勝して3戦目だと熱い。こうから結構熱い戦いになりそうだなっていう気持ちはある。あ、なるほどね。それでアウトラストやりますかっていうコメントがあったんだ。そう、まあまあまあ、でもなんだろう、いろんな要素が関わるゲームではあるじゃん、このゲームね。まあ、やからこそ私好きっていうのもあるし、やれることはやるつもりやし、まあ、もちろんその上位ね目指して頑張りたいなって思ってるけど、まあでも楽しくね、みんな女性やし。ねえ、もうそのドンカツ、ドンカツっていうか、こう結果を残せなかったっていうことが罰ゲームみたいなところあるじゃん。いや、これあれやな、あわわわ、プティカルがないんやったら、なんかね、ちょっとのぞいて、あれか、わかった、ゴールデンウィ
ークやからじゃない？ゴールデンウィーク2日目でしょ今日。あ、間違えた。あ、でもいっか、これでいこう。そうやな。で、これを単発にしてスカーオートで、チームに所属してね、初のなんかこういう感じの大会なんでね、ボスに頑張りましたっていう顔できるように頑張る。でもやっぱり大会とかは好きやから楽しみやし、まあ、それがあるから今すごい、なんだろう、別にモチベが下がることってあんまり私ないんやけど、好きなゲームに対してね。ミキさん、若手です。こんばんは。そうそうそう。なんだっけ。そう、別にモチベが下がるっていうこととかあんまりないけど、その大会があるっていうんで、結構モチベも今上がってるから、もうちょっと今、うまいこといかんけどね。ちょっと参戦ぐらい、すごい消耗なしを繰り返してしまったはしまったけど、だから、頑張って挑みたいと思います。よかったら応援よろしくお願いします。ツイッターで優勝予想がね、優勝予想したら抽選で当たるみたいなんで、ヘッドセットが、ロジクールさんのヘッドセットが当たるみたいなんで、よかったら、これ大事ね、よかったらね、ツイートしてください。いや、おかげさまです、ありがとうございます。本当に頑張ります。よね、これ街中入んのやだな。昨日はある配信サイトのイベントに行ってきたけど、頼まれたものを。あれ、なんかでもそう、ゴールデンウィークなんもあってさ、まあ、昨日も言うたら番組あったじゃん、まあ、いろんなイベントがあるのいいよね、楽しくて毎日何かしらさやってるじゃん、楽しいよゴールデンウィーク。まあ東京人多かったけどね、東京の都会の方、いや、ギリに行こう、都会の方もうやたらと人おってびっくりしたよ本当に。行きましょう。いや、これで貼られとったらもう無理。いや、無理は無理じゃないけど、うわ、この車も誰かの車じゃん、だってこうやって、いや、雑雑、乱暴乱暴、さすがにこの開けたところにはおらんと思う。運転ちょっと下手すぎみたいなとこあるけど、でもみんなこれは多分お家にこもってるから、逆にこういうとこの方が安全ない？うんうん、本当にね、毎日多い、20人、入ってまう、うわ入ってまうか、どうしよう、お家おうち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 、大会はエランゲルのみ、エランゲルのみだと思います、思ってます、そう信じてます。先生でエランゲルの練習とか結構、まあデュオでね、エランゲルちょっとやったりしたから、まあ応急いらん、応急はいらんね、応急いらん、強くないけどね、ここ強くないけど、ここしかないもんね、
もう逆にね、逆に熱いね、この範囲。もう家いっぱいじゃなくてさ、もう、ここまでも家やけどね。え、開けてるから。エランケルで参戦やってポイント制だと思います。明日の大会はあれ、足音慣れした。立ち止まるのめっちゃ怖いで、ここ選ばれた終わりやもん。明日頑張ろうね。頑張ろうね、さきちゃん。頑張ろう。今日ドンマサル100回達成したらいいな。確かにね、明日ドンカス100回。やっぱり今日99にして明日で100っていうのも激アツやけどね。いやもう欲張るなって。欲張っちゃった。圧倒的だ。わら。そうだよ。ラスボスだよ。さきちゃん、応援してる。だね。ここではにごさん応援して、ありがとう。うまいね。大会で100か、いいね。大会で100もなんかね。あんなに夢の話ね、夢の話。大会で100取れる、今日100取れるとかっていうのは結構なんか夢があるよね。あれ、としたと思うけどな。取れる。絶対おるね、これ向こう側に。100回目か、それいいね。やれることをね、やれることをやります。ゆきさん、こんばんはです。気持ちがいいじゃなかったらこっち。待ってね。おるね。さきちゃんにアウトラスト。はいね、ベースを尽くしますよ、それはもう。アウトラストやりたくないから引退感。アウトラストをやるか引退かみたいな。あ、でもやりたくてもお仕事忙しくてできないかもしれないじゃんね。ね、絶対おると思うねんけど。あそこのジュースに釣られたら負け。優しい。わっ、怖っ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 。青には笑う。青鬼流行ったよね。どうする、これ代わりにニコさんがしてくれるよ。なんでよ。やんないやんない。いやもう 500% バンされへん。絶対バンとかおるねん。されないとかやったらコープホラゲー一緒にやろう。コープホラゲー。あん方がしんどいね。怒ったんよね。
ことにも程があるでしょって。割と豪華商品みたいですよね。確か。やばいねこれ。この先におんのやばくない？あの人がこっちに来ようって思った瞬間もう私は終わりや。優勝上位5人くらいまでに結構いいものをもらえるはずなんで、商品獲得を目指して入賞を目指して頑張りたいと思ってます。アンチでやられた、あの人でラスト。取れた。スクショはちゃんと取りましょうね。シャカーって叫んでください。絶対できないけど。弱いよ。お海外の人多いね。入れなかったらショックだね。入れなかったらショックだね。参戦とも無事。参加できることをもうまず。昨日はお疲れ様でした。あ、テトさんありがとうございます。こんばんは。お疲れ様でした。来ていただいて応援していただいてありがとうございました。本当に。ちょっとまだ言うみたいな感じになるかもしれないけど、本当にどんかっされてよかった。昨日ね。で、あ、そうそう、あと、昨日 MC してたアリサさんっていう、アリサちゃん。今日は呼ばれたけど、そう、まあなんか配信じゃないな、昨日の番組の前にちょっとなんだろう、始めたばかりで操作もって言うから、よかったら練習しませんかって言って練習したんよね。で、アディオでね、配信外でアディオでこっそり細練したわけですよ。でも普通に楽しくやったんやけど、なんかまた無事ハマりそうですって言ってたから、確かに。いや、乱される可能性あるからね。秘密の練習をね、それしたんですよ。まあ、秘密とか言って言ったし、まあ、ツイートもしたんやけどさ。そうそう。で、それで、またやりましょうって話になったから。また、もしかしたら配信しながら一緒にできるかもしれないんで。完全に、なんだろう、二人で遊ぶみたいな感じであるけどね。二人で、普通にパブジして遊びましょう、みたいなね。またあっち、そんな遠いか。どっぷりだって、みかんさんなんだね、昨日、リアルで、あったけ。何のトップリーダーだろう。そうそう。秘密の練習。そう、秘密の練習したからね。まあなんか、ほんまにパブジ楽しいって言ってくれてて、で、まあドンカツもね、スカートで取れたし、で、1キル、したいみたいな、キルしたいみたいな感じのことも言ってたから、なんかいろいろやりながら、ゆっくりできたらいいなと思って。なんで、もしかしたら配信に来てくれるかもしれない。時は優しくいろいろ教えてあげてください。マジでいい人やからね。ほんまに。おー、あ、おなら出ちゃった。いや、
よ。次大会出させてもらえないじゃん。冷凍みかんさんのこと？あ、冷凍みかんさんのこと。そうですね。ちょこちょこ配信に顔出してくれて。そう、でもなんか、その、超会議？私ちょっとまだ行ったことないんやけど、なんかそういうイベントがあったって言ってしないから、いや、やばい、チームに所属してる女性ゲーマーはおならしないから安心してほしい。優しい人だですね、優しい人だね。なんか頑張ってくださいってちょこちょこ声かけてくれる。制限もおならしないから失敗には及びません、安心してください。何の話しとったっけ。じゃあなんかそういう話、そう、アリサさんの話ね。アリサさんがさ、スイッチではよくしてたのにね。いや、してないじゃん。誤解を招くこと言うのは違うじゃん。おならしてたんだなこの人って思われちゃうじゃん。出ちゃうじゃん。この人おならしてたんだなって、したことないじゃん。そうで、なんかこの武器はこういう武器なんですよとか、この武器は使いにくいかもしれない。刺さないで、刺し方間違えてるから、それ絶対過ちの何、正解じゃない刺し方してるから、ダメだよ。この武器はこんな感じですよみたいな、家に立てこもるんだったらまあ最後持ってもいいかもしれないですねみたいな、私はそれをさメモってくれないよ。アリサさんマジで真面目でいい人だった本当に。初見です。あ、はじめまして。紫でちょっと名前が、あ、いや待ってくださいね。かわいい。そう、かわいいんよ。あやさんだ。じゃあそのなんか王冠のマークが。おならは音がしないから立ちが悪いよ。あれ、あれに見えちゃった。文字かと思って。あれ、なんか一瞬私の画面から。あ、ね、あ、大丈夫、治った。オッケー、オッケー。はじめまして。ていただいてありがとうございます。明日女性大会なんですけど、それに向けて。あんまり戦わない練習をね戦わない練習をしてます、うん、でも実際ね、音が鳴らないんだったらいいじゃんって思うけどね。音も匂いもしてなかったらさ、それはおならしてないのと一緒じゃん、まあ、そういう話をすると問題になってくるからやめようね。もうここまでね、終わり。おならの話は終わりね。女性ゲームはおならしないということで。来たね。来る？これ。このタイミングで？え？あ、やっぱり。さっし。遠い土地でおならした会はホットビデオ一覧から消してたね。やめてよ。してないじゃん。リアルな嘘は。あ、勝てるねみたいな顔になってる、あの人。撃っちゃうよ。ちょっとそんなね、そんなにこんなに時間をかける必要はないあれだったんですけど、ちょっとうまくいかなかったんですけど、何事もチャレンジということで。
かしいな、おかしいね。もうちょっと、もうちょっと上手にできるはずやったんやけどな。こっそりね、練習してたんやね。こっそり練習してたんだけど、ちょっと、まだ早かったね。やっぱやろうとやろうとするのは。うん。嘘が上手な人の、そう、なんか、ほんまみたいな顔して嘘言うよ、ほんまにそれ。悪だよ。残酷なことだからね。本当に。まあ、持っとくか。でも本当に4枚用途はちょっと練習したいなと思って、まあ、カスタム参加しながらやったりしとったんやけど、なんかこう立ち止まってやるのとああやって打ち合いでやるのと全然違ってさ、それがマジで難しい。なんかちゃんとその状況に合わせてあれしないといけないから。終わったとこだから、終わったとこじゃん。今すぐ掘り返しちゃダメじゃん。そう、それね、そういう嘘ね、そういう嘘が残酷な嘘やって言うてんねん。もう悪いよ本当に。やったな。そしてこんないらんね。今さっきのはね、あんまりよろしくなかったけど、まあでも4倍フロート3、ちょっとはできるようになっときたいみたいなのはあるから。悪いやつばっかだな本当に。誤解を招くじゃん。デトネーションゲーミングの、デトネーションゲーミング初の女性ストリーマーが過去にそんな配信するわけないでしょ。ね、もうでも来てたじゃん。完全にもう考えてなかったじゃん。まあでも黒があるもんね。クラン持ってきてくれたから、もうちょっと朝。明日、武器運に恵まれるといいね。うん、本当に。なんか、占いとか見ようかな。朝の星座占いとか見て。まあでもそれでね、低かったら、自分のランキングが、自分の星座ランキングの順位が低かったら、なんかちょっとへこむタイプやから。で、それがあるから昔、その星座占いのとこだけ見やんかったんよね。なんか、ああ今日は12位かーっていうテンションでいかなあかんやん。そうそうそう、ほんとね、失礼しちゃうわ本当に。失礼しちゃうわって私初めて言ったかもしんないわ。つらいね本当に。あー、もうなるべく生きることを優先して私もやりたいなって思う。ほんまにもうどうにもなんない絶望的な状況になったら、なるべくこう、なんだろう、後半に生き残る。まあ言うたらゼロキルでも10位以内には入れたりするじゃん。それを狙うしかないよね。ほんまに武器にも愛されへんくって、どうにもなんないよってなった場合、昔は星座占いのとこだけ見やんかったでした。めっちゃちゃんと覚えてくれてる。そうそう、どうだろうね。まあでも、もし、あ、わかった。水上さんの運勢が良かったら、じゃあなんかほんまに明日暇な人、ゴールデンウィークじゃん、ゴールデンウィークでね、連休でも、もしめっちゃ暇な人があったら、手取らない何位だったよって、教えて。それで、あれやかね、12位だったよっていうめっちゃ残酷なことやから、それだけ知っといてほしいんやけど。なんかあんまり反抗期とかがさ、ごめんちょっと話飛びまくりで申し訳ないけど、反抗期とかがあんまりなかったんよね。で、反抗期とかはなかったけど、その反抗期の時期に何してたかって言ったら、星座占い見なかった。星座占いを見やんかったんやけど、で、それで、妹がおんねんけど、妹が星座占い、お仕事頑張ってください。大変ですね。そうそう。で、
妹がさ、10人やったでみたいな言ってくるわけよ。10人やったでって言われたらさ、やっぱりなんかさ、反抗期じゃないけど、なんかイライラしてる時期やったから、それがムカついて、だからそういうの見たくないから見てないやから言わんといてみたいな、っていう八つ当たりをしたことを、なんか今でも思い出して、ちょっと申し訳なくなるよね。もう完全にだってそれって八つ当たりじゃん。私の反抗期の思い出ってそれやもんね。だって妹は10人やったから10人やったでって言っただけやのに、なんであんなムカついたんやろうね、本当に。でもなんかすごい、なんだろう、些細なことでムカムカしてた。でそれが、まあ、別にそんななんかうるせえババアみたいなさ、なんかそういうことはなかったけど、なんか水が12位になるのが嫌やった。 でそれで妹が12位やったでっていうのに対して、なんかちょっと怒ったってほどでもないけど、もう言わんといてやみたいな っていうのが私の反抗期の思い出。いやー、不思議よね、人間って不思議や。反抗期を経験してさ、大人になるんだよって。でも今でも12位やって思ったらなんかちょっと落ち込むから、まあ、別にその占いに行ったこともなければ、そのなんだろう、あれじゃん、やばいかも、大丈夫、それ、そう、占いとかにさ行ったこともないし、なんかこう未来を占ってもらったりもしたことないし、なんか特にそういうことって専門まま生きてきたんやけど、信じてるわけでもないんだけど、なんかこう占いでベベだと、うるせえばばあは言わないね。割とずっと母親とは仲いいね。まあ反抗的な気持ちにならんかったって言ったら嘘になるけどね。反抗的な気持ちにはまあやっぱりなるじゃん。まあでも別にそれで何があるとかはなかった。でも高校生とかは休みも多いじゃん、多分違うかな。いや、これちょっとこけそう。ディズニーランドやばそうじゃんね。なんかランド系は結構人が多そうに思う。なんだっけ、なんかレゴランドのホテルがすごいなんか人いっぱいみたいな話聞いた。レゴランド一回行ってみたいんよね。まあなんか別にあまり詳しいこととか知らんけど、なんかやっぱりランド系って一回行ってみたいなみたいな気持ちになる。まあ、あんまり外出えへんから、別にそんな何でもかんでも言ってるわけじゃないけど、なんかランド系ってできると行きたくなるよね。これ結構私言ってるんやけど、ユニバの、ハリー・ポッターができたじゃん。ちゃんとババ抜きした時、何気なく俺の札見られて、ボケとボケはあっち。よかった、ちょっと待って、やばい、コメント読んでる場合じゃなかった。何、本当に食らわなかったんだろうな。だったら多分打ち抜かれとったね。ちょっと危ないことしちゃった、車で。ナイス、よかった、勝てて。
方がいい。ほんで車なかったやろうね。一生懸命走ってたところに私が来た感じや。多分印象落とされんでよかったよ。シーズン終わっとったっけ。まあでも結構なんやろ、シーズン変わる頻度は多かったよね。それに比べたら確かに今頻度少なめかもしんない。あれじゃない、正式サービス始まってプレシーズンじゃなくなったから結構慎重めに行くとかなんかな。どうなんだろうね。でもああなった時にやっぱり車車編にできるのは強いね。考えるとバギーとかバイクはそれができへんから。まあバギーバイクちゃうか、バイクやったら、うわっ何これ、あこれ絶対誰かと似てる。危ない、危ない、危ない。あ、貸してたし。この人どうするんやろ。痛いね、次。いやもうプリも入ろう、これは入るしかなくなった。どっから入るかよな、あとは。どうなんだこれ、めっちゃ怖いけど、あの石とかめっちゃ怖いけど、でも今撃たれてない人おらんのやろうな。おるねこれ、かなり。人気ないプリモですか、わら。
ね、あぶね、強気だね。いや、3ヘル欲しかったからありがたい。なんか音がちょっと聞こえた。だぜ。三ヘルゲット。三ヘルゲット？いいね。やっぱりいらんか。ニューパック。いやでもこれカーより。じゃない。もう絶対こっちの方がいい。それにしても相手強気すぎる。え、本当に多分上に絶対おるって思ったやろうね。じゃない？周りにおらんのかなりでかいね。今日はまあ敵の状況か全然わかんないもんね。これも早めに家取るか。わあ、あの家とか。え？お花。花だった。あれだね。こうなるんやったら AK の方がいいみたいなとこあるかもしれへんけどね。あと8だ。頑張れ。頑張る。人に見えた。わら。見えたね。ダブル。あ、刺されちゃった。もうどうなん？弱いな。これで破ったらなかなか。いなさいけどね。これはええか。いや。これたらついた。おらんね。ちょっと強いんじゃない？あんまり歌う方がいいんやろうけどな、こうなってきたら。オンチ入っていく。いや、いなそうやけどね。あっちとは戦いにはなんなさやね。ニコさん、近くに見つけるとささやき出すから面白い。笑。嘘じゃん。嘘。ささやいてるつもりはないんやけど。割とでもなんか後半とか多分声ちっちゃなってる時はマジで
ゲームしてる、なんか全力でゲームしてる時だろうなとは思う。いやでもこっちのヒトラーが出てくるかって出てけへんと思うよね。人が。でもうまそうやね。スモークの使い方が上手っぽい。血のささやきだな。死ぬか、相手が死ぬかみたいなね。笑いながら、キルはしないよね。笑、あと3。ナイス。1、わかったね。ナイス。ナイス。有利だね。有利ポジって感じ。距離がわかんないのが不安よね。あれが強い音鳴らしてた人。2人、1人は分かるけど、もう1人が分かんないね。いけそう。してきた。次のアンチに行けるかが。家の中だね。勘違いだった。じゃないと思うんやけどな。おったね。待とう。多分こっちからは来えへんと思う。いや、私に気づいてるわけじゃない、あの人。ただスモーク隊で手前に来ただけ。戦わせよう。私はこっちの人が死んだと思った。この前の人が死んじゃったと思って、1対1やと思ったから。あ、100回目だ。ナイスです。最強最強。
今の面白かった。わら。100ユーロ。皆さん100コメント400ユーロありがとうございます。いや本当になんかあのツイッターとかでも頑張ってくださいとかさ、3番でね、PGB、PUBG、PUBG ガールズバトルかな、PGB アンダーバー03とか、PGB アンダーバー3とかでツイートしてくれた人とかも結構おって。答えられるように、ちょっと精一杯ね、やれることはやって、頑張りたいと思います。まぁ、ちょっと、楽しくね、やれたらいいなって思ってます。で、明日は5分ディレイで夜配信するつもりです。で、女子大会が、こう、ぴったり、まぁ、6時から10時までっていう予定なんやけど、まぁ、10時、11時に終わるようやったら、まぁ、ちょっとその後に1時間ぐらい枠取ろうかなって。持ってるんで、よかったら遊びに来てください。大会は5分ディレイで、ぼよみちゃんとかなしで、なるべく長生きして入賞を目指して頑張りたいと思ってます。まあドンカツもちろん目指すけど、なるべく堅実に長生きしようと思ってます。で、今年の目標は追加で150目標でやっていこうと思います。で、今年が終わるわね、4月やから、あと8ヶ月、7ヶ月かな、あと大体7ヶ月で150ドンカツいけるように頑張ろうと思います。